開戦後24時間での合計視聴者数の予想がただいま発表されました。え、なんだって6000人誤食じゃないのか。その 90% 以上は相手側の視聴者です。こちらの被害は1000人未満と予測されます。1000人未満だと？お前は本気で言ってるのか。こちらの威嚇行動により先方の首脳陣はパニックに陥っています。戦闘を打ちましょう。ミサイル発射が故意ではなかったのは判明済みですが、証拠がない限りソウルの安全は確保できません。ソウルの防衛に関する見通しは？検討した結果、現状では大量破壊兵器を使わなければ不可能かと思われます。ですがやむを得ないのであれば。38時間前、半島にて武力紛争が発生した。72時間以内にはソウルが陥落し、50年前からの懸念が実現するかもしれん。現在我が方は戦術的後退を行っており、敵を師団単位で特定の経路に誘導しつつある。6時間前、人民軍の師団がソウルに到達し、インフラ要所の占拠を試みている。市の北部にある電話局が目標の一つのようだが、そこはウォルシュ撃沈を引き起こした情報攻撃の発信源だ。データが人民軍の手に落ちれば、侵略を正当化して居座られる可能性もある。先を越さねばならない。ウォルシュを沈めたミサイルを発射させた情報攻撃はソウル経由で行われたみたい。でも交換局から先はたどれなかったわ。発信の大元がそこかどうかもわからないし、北朝鮮の仕業に見えるよう誰かが介入している可能性は高いわ。ハッキングで入ろうにもセキュリティが固い上に、戦闘の被害でエントリーポートのほとんどが隔離された状態なの。潜入してデータを回収してこちらで分析できるよう直接転送してもらえる？ソウル市内には CIA が工作員の投入や亡命者の回収に使うセーフハウスが複数ある。大抵は通常の住居に見せかけてある。第二歩兵師団が次の大規模撤退を行う前に君を現地投入できるよう調整中だ。君の到着後に味方が撤退すれば、人民軍が前線を上げてきて敵の主力と支援部隊との間に取り残される形になる。作戦地域から大きくそれなければ大体規模の敵戦力に遭遇することもないだろう。レーザー通信をポイント2ポイントで受信する機能を搭載した EA-8B プラウラー電子戦機が空母ロナルド・レーガンで発艦待機中だ。現地工作員には同機を補足してデータを送信できる特殊な通信機が渡される。2社間のみの通信だから解読どころか傍受さえ不可能だ。工作員が配置に着いたらプラウラーを送り込みデータを受け取る。とはいえ危険な作戦に変わりはない。6000万ドルの貴重な機体と釣り合うだけの見返りを頼む。市街戦にようこそだな。敵の主力はもうそこを通過したが、はぐれた部隊同士の散発的な戦闘が予想される。どっちの味方をするんだ？味方はいない。君は正規の戦闘員ではない。敵も味方もすぐさま発砲してくるだろう。警報の心配はないが、現場の人員はすでに警戒している可能性が高い。気をつけよう。弊社研究団、そこから遠くない位置に別行動中の人員がいる。スプリンターセル訓練中のな。日柄拘束任務の途中で目標が人民軍の特殊部隊により移動されたそうだ。代わりに捕まえるのか？いや、特殊部隊の一人を尋問して目標の移動先を聞き出してほしい。了解。聞き出す前に殺したら任務を中止するからな。ちゃんと見てなかったようだな。そこまで いい判断だ。フィッシャー、放送を止めれば味方の士気が下がらずに済む。自分がイラつくから止めただけだ。痛くなきゃ静かにしろ。誰だ？黙れ。ラバート確保したぞ。上出来だ、フィッシャー。直接繋ぐぞ。そのまま待て。落ち着け。すぐに終わる。分かった。よし、フィッシャー。いいぞ。話したがってる奴がいる。了解。ジョンの居場所。ジョンをどこへやった？何のことかさっぱり。殺していいか？待ってください。殺せってよ。どうしたものかな？待て。分かった。ジョンは
川沿いの魚市場側のネットカフェだ。聞きたかったな、俺か。ええ、そうです。ご協力感謝します。これからもよろしくな。ランバート、状況はどうなってる？すまないが、君もそろそろ年なんでな。グリムか。あいつの基準に従ってたら、支給品におむつがいるようになるぞ。君の基準に従えば、大人用のになるだろうが。ひどい言われようだ。侵入できれば味方部隊に有用な情報を回せるわ。お安い御用だ。Hearing things? Yeah, not good. Let's just stay calm. がおかしくなるとこだった。予想より小さいな。技術は日進月歩よ。ミサイル発射を誘発した攻撃がよそから来たかどうか調べるから、メインのドライブを回収して。これだ。その調子、ドライブを屋上に持って上がって EA6B に送信しましょう。このまま読み取れないのか。任務自体が無駄骨か。
全然いいよな。地上の星って感じだよな。まさしく。それはさておき、みんなの様子を見てくる。ドアごと爆死してるんじゃないのか。違いねえ、後でな。じゃデータを送信したら脱出でいいのか。その予定だ。安全が確保できたら屋上から直接回収する。安全じゃなかった。ランバート、現地到着だ。ガイアマン、こちらムーンドック、通信を開始してくれ。ランバート、厄介なことになった。弊社、EA-6B がデータのパージを終えないまま墜落した。現場へ向かい、データを回収しろ。敵軍の正規兵が携帯式のレーダー探知機を設置しているようだ。できれば全て破壊してくれ。3、無人機の使用に関する資料を回収してくれると助かる。だろうな。リード3、電波解析によると、その区域の探知機は最低あと4カ所にあるようだ。ここにいれば安全だと思う。あ、今爆弾当たっただろうが。ああ、それか。爆弾が相手じゃな。じゃあ何が相手ならいいんだ。敵の歩兵だよ。あ、爆弾に殺意はない。純粋な確率論。ライフル持った歩兵ほどタッチの悪いものはない。Thank you.
波解析では探知機があと2箇所にある。偵察データを無人機に送って爆発する前におさらばしないか。賛成だな。これで全部まとめてスイッチを切れるのか。 I thought I heard something for a moment there. 上に送れば数ヶ月以内に無力化の方法を講じてくれるだろう。直接の恩恵はないの。
happened to the lights? Who broke the lights?その前に乗員を避難させる。時間はあまりないぞ。人民軍の回収班が来ている。連中をほっといて空爆を要請しろというのか。目的は伝えた。達成してくれ。これは命令だ。ベーシャー、任務を後回しにするなよ。分かってるぞ。命令はもう聞いた。ベーシャー、よくやった。そこなら爆風を受けずに済む。屋上から EEV で残骸を目標指定しろ。サム、残骸を目標に。片方だけ助けるんじゃ意味がない。勲章じゃどうにもならん。That time, I'm sure I heard something.生きたままここから回収するつもりがあったんだな。
照射開始。ご機嫌よう配達員、こちら郵便屋、光を捉えた、その調子でな。了解だ郵便屋。